こんにちは、ダゲンです。今日はね、インスタ360R の1インチセンサー版と GoPro Hero 7を比較していこうかなと思います。で、比較する項目は4つです。一番気になるところ、まず画質ね。で、次に手ブレ補正で、次に音声で、最後ね、夜の映像、4つ目は夜の映像を比較していこうかなと思います。家でね、手作りの段ボールのケース作ってきたんで、これに乗っけて今日はね、歩きながらとか撮影していこうかなと思います。で、カメラの設定なんですけれども、カメラは 4K の30フレームに設定してます。で、GoPro の方はスーパービューにして、インスタ360の方は超広角モードにしてます。画角どうかな、同じぐらいだと思うんですけれども、この設定でいこうかなと思います。で、他のね、設定、ホワイトバランスとか、ISO とか、なんかそういった設定は全部ね、オートにしてます。はい、じゃあまずはね、画質見ていこうかなと思います。はい、画質を見ていきます。こっちがインスタ 360R1 インチの方ですね。で、こちらが GoPro Hero 7の画質になります。5倍ズームで比較するとどうですかね。まあ、あんまり分かりにくいけど、ディテールとかはね、 GoPro の方がしっかり出てるような気がしますね。黄色いお花のシワとか、あと赤いお花のこの輪郭とかがしっかり出てるのが GoPro Hero 7の方に見えます。で、色味を見ていくとね、インスタ360の方がちょっと青っぽい感じで、 GoPro の方がね、ちょっと赤っぽい、オレンジっぽい感じの色合いになってますね。こういう風に比較すると色の違いがはっきりわかるかなと思います。まあ、ここは好みだと思うんですけど、僕はインスタの方が色味は好きかなって感じがします。で、これが、人物ですね。5倍ズームでちょっと顔があれなんですけれども、これを見るとね、しっかり細かく表現しているのが GoPro の方が綺麗に撮れてるような気がします。もしかしたらインスタ手持ちで撮影するとフォーカス合わないのかな。ちょっとなんかフォーカスが合ってないような感じがしますよね。それにしてもこの5倍ズームはちょっと恥ずかしい感じになってます。じゃあ次はね、手ブレ補正を見ていきたいなと思います。自撮りしてる時の手ブレ補正と、あとは、外側向けて撮影してる時の手ブレ補正見ていきます。普通にね、今歩いてます。どうだろう、手ブレ補正はどうですかね。結構どっちも綺麗に手ブレしてないような気がしますね。で、これがちょっと足元の悪いところを歩いてるんですが、これはインスタの方がちょっとガクッとしてるところが結構あって、 GoPro の方がすごい滑らかに見えます。軍配は GoPro の方に上がってる感じがします。これはね、遊具の階段を上がってみたりしたんですけれども、ここではそんなに差は感じられないかなっていう気がします。どっちもしっかりと手ブレが効いてて、めちゃくちゃ綺麗に滑らかに撮れてるような気がします。音声を比較していこうかなと思います。今ね、外風ちょっとだけあるんですけど、まあ、そんなに風強くないような状態です。声はいかがでしょうか。どんな感じで聞こえてますでしょうか。ノイズとかね、なんか音の割れ方とか音質いかがでしょうか。編集ソフトの方では、音質とかね、いじらないようにします。ノイズリダクションもかけないで、そのまま素の音を今聞いてもらってます。いかがでしょうか。じゃあ GoPro の方の音声はいかがでしょうか。インスタ360の方の音声はいかがでしょうか。どういう風に聞こえてますでしょうか。比較の動画を今撮ってます。では夜になったんで、これからね、夜のね、映像を見ていきたいなと思います。ノイズがどれぐらい乗るかとか、あと手ブレ補正がどれぐらい効いてるかっていうのを見ていきたいなと思います。今ね、マンションの廊下で比較的明るいところを歩いてるんですが、ちょっとね、暗い方に歩いていこうかなと思います。で、ISO感度のマックス1600にします。どっちともね、 GoPro もインスタ360の方も ISO 感度のマックス1600にしてます。どうでしょうか。だんだんね、暗いところに行きます。この辺とかもかなり暗い、こんな感じで見えてるでしょうか。多分ね、インスタ360R1 インチの方がセンサーサイズ大きいんで、ノイズはインスタの方が少ないんじゃないかなと思います。
あとね、手ブレ補正は、ノーマルのままにしてます。あの夜用とかにしてないんで、そのままの手ブレ補正の感じを見てもらってます。で、夜間の手ブレ補正なんですけれども、まあ、どっちの映像も結構ねブヨブヨした感じがしますよね。光のところがノイズに関してはやっぱりインスタ3601R1 インチの方がノイズは少ない気がするんですけれども、おそらく GoPro の方が手ブレ補正よく効いてるので、そのブレ感とかは GoPro の方が少ないような、見え方をしてます。このね静止画を見ると、空のノイズとかはインスタ360の方が少なくて、マンションのライトのところのブレ具合が GoPro の方が少ないので、 GoPro の方が手ブレがよく効いてて、ノイズが少ないのがインスタの方かなっていう感じがします。あとね、この僕の、シャツを見てほしいんですけれども、シャツのディティールがしっかり写ってるのはインスタの方がしっかりと写ってるかなっていう感じがします。 GoPro の方はね、全体的に僕の顔もそうなんですけれども、ちょっと電子的に頑張って補正してるっていうような感じがすごい、しますね。いかがでしたでしょうか。インスタ3601R1 インチ版と GoPro Hero 7で4項目について比較してみました。画質と手ブレ補正、あと音声と夜の撮影ですね。この4項目比較してみましたが、皆様いかがでしたでしょうか。今回ね、めちゃくちゃこいつが活躍してくれましたね。で、僕の感想をちょっとお話しますね。画質に関しましては、正直、互角かな。もしくはちょっとなんなら GoPro の方がいいんじゃないかなぐらいな感じがしましたね。画質、1インチセンサーということでセンサーサイズがこっちの方が大きいので、まあどうしてもインスタ 3601R1 インチ版の方が綺麗に撮れるようなイメージはあったんですが、まあ、GoPro のしかもね Hero 7 1個前のモデルなんですが、かなり頑張ってるような気はしました。で、大きく違ったのは色味ですね。インスタの方がちょっと青っぽい感じで、 GoPro の方がちょっとオレンジっぽい赤っぽい感じになってました。で、まあこれはね正直好みもあるし、あの編集の時にね色をいじれば、まあ、変えることもできるんで、どっちがいいとかっていうわけではないような気がするんですが、ね、肌の色が綺麗に出てたのは GoPro の方かなと思いました。なんでね、女性とか、まあ、これでね自撮りするような人は、GoPro の方が綺麗に撮れるかなと思います。ただね、歪みですね、画面の歪みなんですけれども、それに関しては、GoPro の方が大きかったので、ちょっとね真ん中じゃなくて、端っこ、画面の端によって、自分を撮影するときなんかは顔がちょっと歪んじゃうのが、こっちの方が GoPro の方が大きいので、どっちがいいか、まあ使い方によるかなっていう感じはしました。で、次ね、手ブレ補正なんですけれども、手ブレ補正はもうこっち GoPro が圧勝だったと思います。どっちもね綺麗に、手ブレ補正されてて、かなりねぬるぬる映像だったんですけれども、ね、なんかインスタの方がね安定感があんまりないですね。たまになんかガタガタってなっちゃったり、ちょっと不自然なその手ブレ補正の感じになっちゃったりする時があるので、手ブレ補正に関しては GoPro Hero 7の勝ちかなと思います。で、日中もね、そうだったんですけれども、夜がね、やっぱ結構顕著に出てまして、夜は日中に比べてどっちも手ブレ補正、やっぱりあんまりいい感じじゃなくて、特にね、光、ライトとか、なんかグニャってなったりするような映像になっちゃったりしてたんですが、まあ、それでもね GoPro の方がその補正はしっかり効いてるかなっていう感じはしました。で、次はね音声なんですけれども、音声に関しても、GoPro の勝ちかなと思います。ちょっとねやっぱインスタの方がキンキンしてる感じがしますよね。音自体が生音でそのまま使うんだったら、まあ、GoPro の勝利かなっていう感じはします。ただね、夜の比較映像の時の、風の音がすごい入ってたのは GoPro の方だったので、風切り音が少ないのはインスタの方なのかなと思います。で、最後にね、夜の撮影で画質に関しては、インスタ 3601R1 インチの勝ちだと思います。やっぱりセンサーサイズが大きいので、ノイズの少なさで言ったら、こっちのインスタ360の方かなという感じがしました。ただね、そこまで変わんないかな。って気はしたな。で、その、ね、さっきお話した手ぶれのことを考えてトータルで見ると、
GoPro の方が、まあ、若干見やすい感じにはなってるかなっていう感じがします。ただね、比較すると GoPro の方がちょっとなんか電子的に頑張ってね映像作ってくれたっていう感じは、そんな印象はしました。なんでね、いやどっちを撮るかな、まあ、結構夜の撮影とか今回はね暗いところが多かったと思うんですけれども、繁華街とかなんかはインスタで撮るとすごいいいような気がします。まあトータルで言うならば今日比較した項目だけのトータルで言うならば、僕は GoPro 買います。もうちょっと言うと、インスタの方はちょっとアプリとかの挙動もあんまり良くなくて、ちょっと使いにくい。あとね、メモリーカードの読み込みとかも途中でねストップしちゃうことがあるんですよ。なんかメモリーカードの読み込みが遅いですみたいなことを言い出してね。で、同じメモリーカード入れて試してみたんですけど、 GoPro の方はそんなことなくて、でね、使ってるメモリーカードがサムスンのね64GB の、ちょっとちっちゃくて見にくいと思うんですけど、サムスンの 64GB の見えね、結構ね普通にいいやつを使ってるんですが、なんかインスタの方はちょっとなんかなんだろう、相性悪いのかもしれないですね。うん、なんならねこれ東芝の 32GB のこの SD カードに関してはもう最初からインスタ360の方は読み込まなくて、もう認識しない状態でした。GoPro の方はね全然問題なかったんですけど、なんかそういうね SD カードの相性とかアプリの使いにくさ、あとは発熱、めちゃくちゃ熱くなりますこいつ、発熱のちょっと怖さとかはこっちの方が上かなっていう感じがしたので、まあトータルで言うとGoPro の方が使いやすいかなっていう感じはしました。多分ね、これからファームウェアとかもアップデートされていって、どんどん使いやすくなってくると思うので、まあ、今後のこのアップデートに期待かなっていう感じもします。ということで、本日の比較動画は以上になります。インスタ360と GoPro Hero 7で画質とか、ね、手ブレ補正、音声とか夜間の撮影について、比較しました。この動画いいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとはこの動画撮ってほしいとか、応援コメントなんかあったら、ぜひね、コメント欄にコメントいただけると嬉しいです。じゃあまた次の動画で会いましょう。ではまた。バイバイ。